おはようございます、えー、今日の話はどんな時でも人は笑顔になれるという渡辺和子先生の本の中から出会う人一人一人にという話です、えー、キリストはこの世にありたもう時間多くの人に生きる勇気をお与えになりました後藤息子に対しても迷い々羊にも価値があることを教え石殺しにされようとした罪の女に 私もあなたを罰しない、二度と同じ罪を起こさないように、と優しく仰せられました。キリストの生涯の間に、数知れない多くの人々は、ただ彼に見つめられただけで、微笑まれただけで、勇気づけられ力づけづられたことでしょう。先生は覚えていらっしゃらないと思いますが、と前置きして、まあ、これは学校の理事長をやった時でしょうね、えー、渡辺先生が。 一,一人の学生が卒業間際にこんなことを話してくれましたある日何もかも虚しくて渡り廊下のところでぼんやり犬を見ていたんですそうしたら先生が通りがかりに「いい犬でしょう」と言われました何かその言葉で元気づけられたことがあるんですよ自分では全然覚えてないことでした何気なく言ったんでしょうにもかかわらずその言葉にこの学生は慰められたと言います。 私たちは毎日何と多くの言葉を話すことでしょう。しかしその中のいくつかが人を励まし喜ばせる言葉になってるでしょうか。坂村新民先生の詩ですね。二度とない人生だから。一輪の花にも無限の愛を注いでいこう。一羽の鳥の声にも無心の耳を傾けていこう。 まままだ続きすすけれども、まあ、そういうい詩があります我々はこの人生の一瞬一瞬が一期一会であり一期一,で一会でありもう二度と繰り返されることのない一生に一度の出会いであることをすぐに忘れてしまいますたとえ家や会社で,です、ね、毎日会っている家族や同僚であったとしてもその一瞬はその時しかありません。 それは9.11に有名になったあの追悼集会ですね読み上げられたんですねノーマー・コーネット・マレックさんこれは10歳の息子さんが亡くなった時の詩なんですが「最後だと分かっていたらと」とを読むと分かると「最後だと分かっていたら」「あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう」「あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら」 私はあなたを抱きしめてキスをしてそしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。この一瞬一瞬はかけがえのないもの二度と繰り返されることのない貴重な瞬間です。だからこそ我々は出会う人一人一人に笑顔で優しい愛ある言葉をかけたい。じゃあ今日これ